The w i n d s o ブ g o d は、神風特別攻撃隊をテーマとした、今井正幸作の儀曲。1988年より国内外で上演され、1995年に、小説家並びに、最初の映画化が行われた。2005年には、テレビドラマ化。2006年には、全編英語で、再び映画化されている。そして21周年目の2009年に、 今井正幸演出、オール新キャスト版が、調布支線側劇場にて上演された。売れないお笑い芸人の誠と兼ねたは、ある日、交通事故に遭う。気がついた時には、第二次世界大戦終戦間際の、神風特攻隊基地へとタイムスリップしており、二人の体は、岸田、福本という特攻隊隊員と入れ替わっていた。舞台のセットは、 木製の椅子と机を用いた簡素なもの。これを組み合わせることで、分体詰め書や、駅のホーム、戦闘機内部などを表現する。小道具として、これに自転車、骨壺位牌、軍刀などが加わる。劇の前半は、金玉ちゃんズの漫才や、金田と兄貴の漫才のような掛け合いが多くあるが、その中には、上演をするご当地のネタや、時事ネタを多数盛り込む。 例えば二人がナンパをするために自転車で出かけようとする場面では、福岡公園では中洲に行く、札幌公園では大津に行くなどという。アドリブも多く、上演会によっては遅れてきた観客を場内に入れるあたりでフリートークを始めたり、今井らが客席に降りて席まで誘導するといったこともある。NHK 教育テレビで劇の模様が放送された。際放送された。 今井正幸のインタビューでは、この作品を上演し始めた当初は、右翼、戦争賛美といった非難を受けたことを述べている。現在では、声高に反戦を主張するものではないが、戦争の悲惨さを感じさせ、また人の生き方について考えさせられる作品として評価されることが多い。1995年に、ウィンズ・オブ・ゴッド。 例の彼方へと題して角川書店より小説家。2001年には、The w i n d s o f g o d 例の彼方へと題して角川文庫より文庫化された。最初の映画化作品は、w i n d s o f g o d というタイトルで、1995年6月3日に、公開、松竹配給、奈良橋洋子監督作品。内容としては、舞台版に比較的忠実である。 制作経緯、The w i n d s o ブ・ g o ドは最初は映画として企画された。最初に今井正幸からストーリーを聞いた奈良橋陽子はすごく面白いと思い、いくつかの場面を稽古し、これは国際的な映画になると直感した。すぐに小竹の奥山和義に企画書を提出したが、なかなか合インが出ず、それならばと先に舞台作品として世に出た。 最初に映画が制作されかけたのは1989年で、1987年に奥山和義が制作した八甲物語で岡田茂東映社長に世話になったことから、奥山が岡田社長の下で映画をプロデュースして恩返ししたいと、東映の岡田に本作の映画化を持ち込んだ。この時のタイトルは神風で、制作は ゴミたけしが社長を務める GM プロモーションと伊藤一万の共同制作。制作葬式はゴミ。企画が奥山和義。脚本今井正幸。監督奈良橋陽子。主演は今井正幸と元木雅宏配給は小竹洋画系で1989年9月にクランクイン1990年春公開と具体的なところまで進んでいたが、 映画化されず、1992年にローバジェット作品として、小畜での制作が決定し、同年8月クランクイン。静岡県下田市近郊で1ヶ月ロケ。舞台で看護婦役だった藤田智子が、どんな小さい役でもいいから出してほしいと訴え、テレビの仕事の後、ロケ地へ遊びに来て、そのままにショット出演した。9月のニューヨーク公演の後、 テキサスで空中シーンの撮影を終え、映画はここで完成した。1993年の夕張国際ファンタスティック映画祭で上映され、審査員特別賞を受賞したが、一般公開はならず、お蔵入りした。配給経緯1995年が戦後50年にあたることから、放ガメジャー3社で戦争映画対策を協作しようと準備を始め、当映が来て、 和田摘みの声ラストフレンズ、東方が、姫百ゆりの塔の戦争対策の政策を早くに決め、会社の維持を見せ万全の体制を敷いた。しかし、松竹はこれに乗らず。このため、東映と東方の2社で、戦後50年記念共同プロジェクトを実施し、2作品の予告編を反対の劇場で流す、2作品の 横下編を一緒にして、お互いの劇場で流すなどという史上初の試みを行うなどで盛り上げた。松竹は、この2社の盛り上がりに便乗し、2年前に、お蔵入りさせた、WINDS OF g o d をこの年公開した。キャストロケ地の一つ、ヌの軽小学校跡、ザ・ WINDS OF g o d 神風マイナスというタイトルで2006年8月26日に公開。 国際映画として上映するため、現代を演じる場面の舞台はアメリカへと変更され、タイムスリップする人間もニューヨーク在住のアメリカ人コメディアンという設定になっている。キャスト朝日放送とザ・アイコンの制作により、脚本を一部改訂して、例のカナタ・エ・ザ・ W ・ I ・ N ・ D ・ S ・オブ・ゴッ d というタイトルにて、2005年9月10日の21時22時51分に、 テレビ朝日系列で放映された。撮影にあたっては冷戦のレプリカを2期制作しており、戦闘シーンには CG 合成を駆使し、同局で放送されていたバラエティ番組、笑いの金メダルメンバーである、クリームシチュートヒロシが出演していることも話題になった。平成17年度文化庁芸術祭テレビ、部門優秀賞受賞作品。他 WINDS オブゴッドに関する。 カテゴリー、ザ・ W ・ I ・ N ・ D ・ S ・オブ・ゴッド・神風マイナスに、関するカテゴリー、例のカナ h ザ・ W ・ I ・ N ・ D ・ S ・オブ・ゴッドに、関するカテゴリー。ありがとうございます。